里崎チャンネル。こんにちは。こんにちは。ドラフト評価広島日曜目。イエーイ。いやちょっと、はい、広島びっくりしましたよ。いやね、森下投手一本釣りですからね、競合するのかと思ったらね、はい、カープにとったら大きいですね。ですね、はい、ちょっとこれ前の流してほしいんですけど、佐藤さん言ってましたよ。あ、言ってました。なんて言ってました。広島森下くん行きましょうかって言ってました。言ってました。しいて言ったら、はい、森下くん行きましょうか。森下くん行きましょうか。なんかね、未来から来てるわけじゃないですけど、やっぱ読めちゃうんですよね。やっぱ先のことを言っていくのが解説者、まあ、予想やんなってはいけないんですけど、はい、分析した上で問題点を出すだけじゃなくて、はい、改善点も出していけるかどうか勝負でしょ。うん、そうですね。出してますか。改善点ですか。出してますね、森田投手ね。はい、カープの時言ったのは、はい、ドラフトをどうのこうのじゃなくて、うん、まずは現勢力をしっかり底上げすることが大事だから、うん、そうですね、ドラフトのいいとか悪いとかだけで、うん、あんまり関係ないっていうところで、はい、でも、まあ、森下くんが取った方がいいなっていうところで、まあ、森下くんね。そうですよ。行きましょうって言ったら、はい、もう本当に行きましたからね。しかも2位で、はい、ウグサ選手、はい、法政の外野手、はい、これはやっぱり丸がいなくなって、うん、野間も頑張ってほしいっていうところで、うん、まあ、あんまりパッとしなくて、うん、松山選手もね、はい、もう、年ですし、うん、そういったところで、やっぱ外野手のね、厚みを増したい。まあ、西川選手が言ってましたけど、はい、鈴木誠也選手もね、なんかどうなるんやっていう噂もね、なんかありますしね、来年以降にと。外野手をやっぱ厚くしたいっていうところで、はい、まあ、昨年内野手ね、小園選手取ってるんで、はい、まあ、2位はこの外野手を取っていきたいっていうね。即戦力で使えるような。はい。50メートル5秒8です。あ、本当にウグサ選手、早いですね。これ嘘ですよ。え、なんでですか。プロ野球選手の50メートル、はい、あれ嘘ですからね。え、嘘って何ですか。50メートル日本記録何秒か知ってます。知らないです。朝原選手いるじゃないですか、はい、レジェンド、はい、短距離の、うん、の5秒75です。日本記録5秒75ですよ、はい、5秒8 なわけないやんっていう。え、じゃあなんで5秒8って書いてるんですか。あの野球選手の50メートル差測るのは、はい、一歩踏み出してから押すとか、はい、動き出してから押すんですよ。なるほど、はい、スタートポンじゃないんだ、はいはい、よーいスタートみたいなとか、もしくは一歩踏み出してから押すとか、あのもし普通の陸上選手のように走ったら、はい、まあ、6秒は楽勝で超えますよ、ね。え、佐藤さんちなみに何秒って大体書かれてたんですか、こういう時。え、6秒5とか4とかですか。ああ、でも早いですね。だから野球ルールでね。はい。野球ルールで。だから普通にドーンだったら、下手したら7秒いってたかもわかんないですよね。普通のプロ野球選手のメーカーにも載ってますから、はい、あの5秒7とか。もう5秒7だったら日本新記録ですからね。確かに。野球のスタートだって思えばいいですね。そうそうそう。わ、はい、かりました。納得です。ね、はい、で、あの、カープはそこから、3位に投手、鈴木大翔選手。はい。霞ヶ浦ですよね。めちゃくちゃいいピッチャーっす。お、甲子園出てます。はい。はい、結構、もうちょっと上位で行かれるんちゃうかなっていうようなありましたけど、うん、いい投手ですよ。平沢選手も、内野手。はい、今年ね、田中康介選手が不調っていうのと怪我もあったですし、はい、菊池選手がメジャー志向あるっていう声も聞きますし、うん、はい、そういったところで、こう内野手のも集め。で、僕、一つ謎だったのが、はい、カープに、この恋の石原選手、はい、キャッチャーなんですけど、うん、え、あ、カープキャッチャー取るんだと思って。はい。あの、まあ、相澤選手も FA しないし、はい、相澤選手、石原、うん、磯村、うん、高倉、うん、中村翔成もいて、年齢的にもバランスよくいるのに、はい、ここで大卒のキャッチャー取るんだと思って。確かに、高卒ではなく大卒取ってるんですもんね。はい、っていうことは、うん、こっからチームの事情を読み解くのが、この推理が面白いんですよ。ということはっていう。意図が絶対あるはずなんですよ、ね、意図がないのに取ることないんですよ。うん、これはなんで取るんやとか、こんないらんだろ、いるだろ、こういうんじゃないですよ。はい、なんで取ったのかっていう。はい、なんでですか？ひょっとしたら、はい、坂倉選手のコンバート、うん、中村翔成選手のコンバート、はい、磯村選手のコンバートが、ひょっとしたらですよ。はい、
あるかもわかんないですね。内野手にコンバートさせるから、うん、そこキャッチャー抜けるから、はい、すぐバックアップにしたい大卒のキャッチャーを相沢石原の後のバックアップに使おうと思ってるんじゃないのかっていう推測します。うん、はあ、なるほど。そうじゃないと、キャッチャーいらんやろと思うんですよ、うん、普通に考えたら。春に首位出し取ってるんで、キャッチャーなのにね。なるほど。天理大で。はい。石原選手がひょっとしたら野手になる可能性もある。ありますしね。はい。うんうん、うん。っていう。はい。ちょっと推測します。こういうのを読んでいくのが面白いんですよ。そうですね。普通に考えるとキャッチャーいらないの。え、でも、ということはみたいな。確かに、普通だったら、え、キャッチャーいらないのになんで取ってんだよ、バカな。それだったら、もっといるポジションあるやろ。はい、それじゃあ、うん、浅いんですよ。意図が必ずあるはずなんですよ、ね。はい、ってなってくると、はい、どのチームはね、うん、A 評価や C 評価でないじゃないですか。そうですね。意図があるんで。うん、これはね、また来年のキャンプあたりで見てね、この意図がね、うん、どうなのかをね、うん、ちょっとま考えたいです、ね。はい。面白いなぁ。そうやって見ていくと面白いでしょ。はい。面白いですね。で、また、はい。だから広島も結構ね、はい、森下選手とって来年優勝奪還やと。はい。っていうところでうまく取れたのは大きいし、うん、まあその後に、まあ外野手の集めの小草選手とかね、で、まあ若手のピッチャー揃えて、うん、で、まあ野手もね、バックアップ体制をしっかりとって、はい、まあ、継続的に強くするとともに、キャッチャーでそこコンバートひょっとしてあるんじゃないのかっていうね。うんうんうん、面白いです、これ。楽しいですね。はい。まあ、いい、あの、よく、戦略よくわかるドラフトでしたね。うん、チームのね。1,2,3、投手も3人と。そうですね。うん、内野外野と。そうですね、バランスはいいですね。はい、まあ、全体的にね、はい、チーム内の、怪我してる選手とかを持って帰り戻したら、うん、まあ、強いんで。はい。プラスアルファですね。未来に向けてです。はい、そうですね。はい、次、はい、日本ハム。佐々木投手は外しましたけど、はい、河野投手はね、うん、これがまたいいピッチャーなんですよ。あ、なんて言ってもね、はい、出身地が素晴らしいんですよ。徳島ですか？やっぱ徳島はいいですね。しかもね、同じ地元。鳴門市は同じ地元です。そうですか。中学校は隣の中学校なんですけど、はい、僕、鳴門市第一中学校で、河野投手は鳴門市第二中学校、はい、隣なんですけど、うんうん、小学校の頃からプロ野球選手になるって言ってたらしいんですよ。志高いですね。はあ、その中でね、甲子園も連続出場して、はい、ドラフト1位ですよ、うん。高校また違うんですね。ここは鳴門高校っていう隣の高校なんですよ。僕、鳴門工業だったんですけど、はい、まあ、期待しますね、はあ。やっぱ地元ってやっぱ応援しちゃいますよね。しかも徳島って、そんな大きな県じゃないじゃないですか。はい、人口も少ないし、うん、その中から、このプロ野球選手になっていくっていうところに、夢ありますよね。ああ、やっぱそうですね。だから人口比とかで言うと、徳島って結構高いんですよ、プロ野球排出率。そうなんですか、はい。人口どのぐらいなんですか、ね、人口、でもね、人口が少ないから排出率が高いわけじゃないんですよ。はい、島根とか鳥取も少ないんですけど、はい、でも排出率は低いんですよ。へぇ、徳島は排出率すごい高いですよ。高いわけですね。人口が少ないから多いからだけじゃ読み解けないところがある、うん。はい。日本ハムにはね、すごいメッセージが込められてます、このドラフトに。ドラフトに。すごい、ああ、そうかと。もう、はい、メッセージで。メッセージ受け取りました。日本ハムのドラフトで。なんだろう、なんだろう、なんですか？来年、優勝しますっていうメッセージです。今年、ピッチャー4人取ってるんですけど、うん、はい、全員、大卒社会人です。うわ、即戦力をドーンって取ってました。はい、1位、川野くんでしょ、はい、で、2位、縦野くん。この縦野くん、東海理科いいんですよ。バランスいいです、バランス、はい。突出して何かがいいっていうわけじゃないですけど、はい、バランス、平均点が平均以上でバランスいいタイプです。はい、だから、使いやすいと思うんですよ。先発で。で、ドラフト4位に、鈴木くん、NFS からね、はい、大卒じゃないですか、うん。で、変速サイドスロー、もう確実に中継ぎとして考えてますよね。うん、で、5位が望月くんでね、はい、あの創価大学、ね、まあ、全員大卒社会人なんですよ。これはもう、ピッチャー今年ちょっと、あの、まあ、噂の怪我もあったりして、うん、まあ、有原タイトル取れましたけど、まあ、若干ちょっとピッチャーに苦しかったんで、はい、でも、栗山監督もね、今年5位になって、はい、で身体伺いも出して、やっぱ監督としても来年勝負やと思うんですよ。うん、でチームとしても、やっぱりこの来年、やっぱりしっかり上位にいっとかなきゃいけないと。はい、ね、この B クラス、やばいと、うん。で、よし、来年結果出そう。ピッチャー、うん、ドンです。もう育てようじゃなくてすぐ使えて、はい、来年勝負、今年も来年も B クラスはやっぱ下げたいと、はいはい、で栗山監督もね、うん、まだ続けてほしいというチームの位置もあると、うん、はい、なった時にやっぱり目先の結果がいると、はい、明確やと、チームの欠点は、うん、行きましょう、社会人ドンです、これです、わ、来年勝ちますっていうメッセージです。確かに分かりやすいですね、はい、そう思うと来年勝ちに行きますっていうメッセージが込められてるんですよ。
こうやって見ると面白くないですか？面白い。これをね、受け取りましたね、メッセージを。そうですね。日本ハム。もう来年の日本ハム楽しみですね、これ。って考えた時にね、ドラフト戦力がいいか悪いか、そんな判断じゃないですか。メッセージですから、ドラフトは。チームから、僕らに向けた、うん。その考え方したことなかったな。それをね、世の中の人もっとしたこといいですね。だもちろん佐々木くんはね、欲しかったところですけど、はい、メッセージがドンってね。そうですね。まあ、どこのドラフトも、もう私たちはこういう選手を取ったんで、こういう方針でいきますよっていうのをね、そうですそうです出してますね。出してるんですよ。そういったところがね、今年の日本は面白かったですね。はい、1年後、今年のドラフトの再通信もします。はい面白いどうだったのかっていう。どう生きてきたかっていう。はい、もちろん僕がしたコメントも使いながら、どうだったのかっていう、はいはい、あの、通信簿を1年後やります。1年後。なかなか、世の中の人もそうですけど、うん、ドラフトの振り返りってやんないでしょ。そうですね。誰がいいんや、誰がいいんやばっかり言ってるわけじゃないですか。はいうん、振り返りやんないじゃないですか、はい。振り返りやります。1年後です。お、楽しみ。じゃあそれも交互期待ですね。はい、そうですね。ということで、はい、日本ハム、中日。じゃない怒られる広島